南寿郎白猿さんと一緒に楽しいひととき、猿之助さんに触れず、代演中村隼人さんに涙のファン、どんな思いで、歌舞伎俳優の市川猿之助さんが18日午前、都内の自宅で倒れ、意識朦朧となっているの。自宅を訪れたマネージャーが発見し、119番通報、緊急搬送されました。命に別状はありません。自宅では両親が倒れており、母は自宅で、父で歌舞伎俳優の市川段四郎さんは搬送先で、それぞれ死亡が確認されました。明治座は同日、猿之助さんが座長を務める市川猿之助奮闘歌舞伎公演、明治座5月3日から28日の夜の部を、中村隼人さんが代演して上演。公演中に猿之助さんについて触れられることはなかった。最終幕が終わってもなお、観客の拍手は1分30秒ほど続きました。立ち上がって拍手する人、涙を流す人も。観客からは、頑張ったねと困難な状況で演じ切った隼人さんら出演者を称える声がありました。公演後、30代女性ファンは、複雑な気持ちですけど、よく隼人さんはやりきったと思います、どんな思いで舞台に立ったのかと思うと涙が出てきますと語りました。ご視聴ありがとうございます。これからも段四郎白猿さん、ぼたんさん、しんのすけさんとご一緒にささやかな楽しい時を過ごしたいと願います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。